仏国如来まがい仏塔のまがい仏文化財環境保全地区は京都府木津川市東南部にある京都府決定の文化財環境保全地区である。ジョウルリデ寺と岩泉寺を結ぶ山道 1.5km を中心として広範囲に平安時代から室町時代の石仏や石塔が点在する地区で当地の石仏群は一般に塔の石仏と呼ばれる。塔の地区は 京都府の南端、奈良県と境を接する位置にあり、浄瑠璃寺、岩泉寺などの古寺や鎌倉時代の石仏家が点在する。東地区は奈良盆地の北園の丘陵地帯で、行政的には京都府に属するが、文化的には古くからなんと特に幸福寺との関わりが強い。東能の地名が記録に見えるのは室町時代以降で、それ以前は小田原と呼ばれた。 丘陵の尾根の間に、寺寺ララの塔が見えたことから、塔の王と称されたのが、塔の王の語源とも言うが、はっきりしない。平安時代後期には、既存仏教寺院の俗家を嫌った僧らがこの地区に陰性して、世を混流し、念仏や修行を行った。周洋上伝によれば、孔福寺出身の僧、京こ所は、この地に陰性して、念仏に励み、小田原清史、 小田原ら芸説坊と称された。恐怖とこ所は晩年、高野山に登り、高野清の祖とされている。浄瑠璃寺流記事によれば、小田原には、昭和2年に、随願い寺、永正2年に浄瑠璃寺が建立された。旧大阿弥陀堂と浄土式庭園で知られる浄瑠璃寺は現存するが、随願い寺は廃寺になり、寺へ登る石段と、祖先だけが残っている。 東小田原、西小田原は、東小、西小と略称され、木津川市の地名として残っている。地区内には、麻雀物を含む石仏や石塔などの石像文化財が多数残る。石仏の多くは、鎌倉、室町時代のもので、在名の遺品も多い。笑い仏カラスの壺二村三道風景東、小田原随願い寺後の石段上るり寺、岩泉寺間を歩いて、 石仏を見学する場合は、岩泉寺を先に訪問してから上流璃寺へ向かうと、道が下りになる。ありがとうございます。